ベルトランド、マリアジョゼピオ・ジャヌアリオ・ミゲル・ガブリエル・ハファエル・ゴンザーガで、オルレアン・スイ・ブラガン・サイ・ビッテル・スバチュは、バッソラス系ブラジル提出の一員。現在のバソーラス系ブラジル提移請求者、ルイス・ガスタンの弟で、その推定相続人。訂正支持者たちからは、ブラジル皇太子とみなされている。ブラジル提出課長、ペドロ・エンリュケと、その妻で、 バイエルン王ルートビヒ3世の孫娘であるマリア・エリーザベトとの間の三男としてフランスで誕生。ベルトランドの出生時、ブラジル共和国政府によるブラジル皇帝一族に対する追放処分は解除されていたが、ペドロ・エンリケ一家がブラジルに帰還したのは第二次世界大戦後であった。バソーラス系ブラジル提出は最初にリオデジャネイロ州、ついでパラナ州に今日構え、 ベルトランドはそれらの地域で成長した。サンパウロ大学に入学し、1964年に法学の学位を取得した。現在もサンパウロに居住している。時系、エウデスは1966年に平民との帰遷結婚に際して継承権を放棄したため、現在はベルトランドが課長である長兄ルイスガスタンの相続人となっている。ベルトランドも 長兄ルイス・ガスタンも、未婚で、子供がないため、二人の死後はもう一人の弟で、兄弟の中でただ一人対等結婚をした、アントニオ・ジョアンとその子孫が、名目上の定位を受け継ぐ予定である。伝統的カトリック教徒として、南米では、極右と目されているカトリック団体、伝統、家族、財産を守る、アメリカ人教会に所属している。訂正支持者らはこれを危惧し、 ルイスを背、敗てベルトランドを敗着し、アントニオ・ジョアンを定位に、と望んでいたが、所詮名目上の定位であるし、ニーたちを遠ざけたくない、と、ニーたちをり避けて相続することを断っている。ベルトランドと、兄ルイス・ガスタンはブラジルにおける、帝政復活支持を広げる活動を展開している。兄弟は1889年に、ブラジル帝国の崩壊以降、これまでで、 唯一の訂正復古の機会であった1993年のブラジル国民投票の実現にあたり、中心的な役割を果たした。この国民投票において、ブラジル人は、統治形態として、大統領制と議員内閣制のどちらを取るか、また国政として、共和制か立憲君主制のどちらを取るかを選ぶことになった。 訂正支持票は期待したほど獲得できず13%に止まり、訂正復興はならなかった。オルレアンスイブラガンサ王朝の紋章。ありがとうございます。